国崎は海上自衛隊の輸送艦。大み型輸送艦の3番艦。艦名は国崎半島に由来する。シハヌークビルにてカンボジア自動を診察する国崎の衛生課隊員。国崎は中期防衛力整備計画に基づく平成11年度計画8900トン型輸送艦4113号艦として、 日立造船舞鶴工場で2000年9月7日に寄港され、2001年12月13日に浸水、2003年2月26日に収益し、自衛艦隊第一輸送隊に編入され、クレに配備された。2004年12月26日に発生したスマトラ沖地震の被災地援助のため、国際緊急援助隊派遣法に基づき護衛艦、クラマ、補給艦、 時はと共に派遣された。援助物資のほか CH-47JA ヘリコプター3機、UH-60JA ヘリコプター2機を輸送し、海上基地としても利用された。2006年4月3日、第一輸送隊が、護衛艦隊霊下に編成替え。2010年1月26日から1月28日、輸送艦、大隅、米海軍揚陸艦。 東京がとともに、佐世保港と九州西方海域で輸送特別訓練を実施した。同年5月23日、6月にカンボジア及びベトナムにて行われるアメリカ太平洋軍主催の医療・文化活動パシフィックパートナーシップ2010に参加するため暮れから出港。6月28日にカンボジアのシアヌークビルで活動を終了。 7月1日にシンガポールで補給の後7月15日にクレに寄港2011年3月11日に発生した東日本大震災の災害派遣に参加8歳時には年次検査のためクレにいたが同日中に観光させて深夜までに広島県災害派遣医療チームを乗せ被災地に向かい3月13日に横須賀に入港して 最派部隊に加わり、救援物資を積み込んだ。3月14日、横須賀を出港して、石巻湾に向かった。同年7月、映画、連合艦隊司令長官山本56の撮影に、使用された。2014年5月29日、パシフィックパートナーシップ2014に参加するため、横須賀を出港、ベトナム、カンボジア及び、 フィリピンにおいて、医療活動、文化交流等を行い7月24日、クレに寄港した。2015年8月18日から9月9日まで、米国において実施される統合訓練、ドーンブリッツ15に、総会大軍司令式の下護衛艦、ヒューガ、護衛艦、足柄と共に参加し、水陸両用船訓練を実施。2016年7月1日、 第一輸送隊が、総会大軍令下に編成がえ、同年9月3日から9日までの間、タイで実施されるアドミム、プラス人道支援、災害救援及び、防衛医学実動演習に参加する。2017年5月5日からサセボに寄港した、フランス海軍教習揚陸艦、ミストラルと、日本周辺海域で、共同訓練を実施する。 2019年1月11日及び12日、九州西方海域において、米海軍教習揚陸艦、ワスプ、ドック型揚陸艦、グリーンベイほか、艦艇数隻と共同巡航訓練を実施した。2019年6月3日から8月21日に、かけて、豪州クイーンズランド州、ショールウォーターベイ演習場及び、 同周辺海域において実施される米軍等の実動訓練に総海大軍指令の指揮により参加する。海時からは他に護衛艦、伊勢、陸上自衛隊からは水陸機動団及び第一ヘリコプター団が参加し、日米共同による着上陸及び陸上戦闘、共同巡航訓練等を実施する。同訓練参加中の6月18日、寄港していた。 オーストラリアのブリスベンを出港のため、タグボートに栄光されて、向きを変えようとしたところ、港の岸壁に衝突した。船体後部の扉が壊れ、岸壁も破損した。ありがとうございます。